半マケの本家の半マヨ先生です。人間の学習方法というのには非常に問題がありましてね。私の家のじいさん2人もそうだし、叔父も東大卒業してるんですね、3人ともね。で、2回目の母の方のじいさんですけどね、私の方の本当の母は亡くなってますから、父から情報は教わらなかったんですね。で、家系の方はね、私は2回目の母の方のおじいさんは知ってるんだけどもね。あと、本家の私の方のおじいさんですね。東大ですね。で、おじも東大なんですけども、人間っていうのはテレパシーでね、カンニングし合って勉強するんですね。で、東大卒のには多いのは、理数系には同じような頭を動かすんですね。っていうのは、同じような仲間で、性質も同じね、系統になるわけですね。それで一生頭でテレパシーでね、お互い相談して卒業してるわけですね。その仲間が消えていくとね、当然だけど、似たようなのが出てきますね。東大生とかね。他の大学でもそうですね。これはね、自分一人で覚えてないんです、勉強。そう、仲間と、携帯電話みたいに頭がくっついてるんですね。だから分かんないこととかいうのは、その連合で相談して答え出してるんです。だから、人間一人じゃないんですね、いつも、日常。その頭がね、その頭系統は全部統一してるんです。私も少しは合わせることはありますけどね、いろいろな系統だけど、東大だけじゃないんですよ。ね。で、ただ通常は私一人で考えて、ね、頭は動くんですね。で、普通の人間の場合は、同じ形態で動く、ね。これは連合してるんですね。連合して生きてる。大勢で共存して生きてるんですね。そこら辺でね、東大生にもそういうのが、理数系とか、系統が同じような、できる人っていうのは、実際できるわけじゃないんです。連合でつなが、虫みたいにつながってんですね。だから、理工ではありません。ね。単独で、どこでもいない頭という系統じゃないとダメなんですね。最近そういうの分かってきたらしいですね、皆さん方ね。あんまりね、真似してやらないようにというですね。確かに理工は理工ですよね。団体で、系統でくっつくからね。ただ、これは虫になってテレパシーでね、つながってるだけですね。で、確かにね、勉強、私も大学生の時にね、その前かな、高校生ぐらいで頭が冴えた時があった時は、ね、いろいろ2通りぐらいありましたね。自分の頭だけのもありましたけども、連合を使ってね、同じ大学生同士の頭で使うとみんな頭いいから、ね、それで動くと非常に楽だったってことがありますね。何でも大学に受かる人って全部やっぱ頭いいですから。ただテレパシーでカンニングしてもう入れてますからね、全部じゃないですけどね、テレパシーでカンニングしてね、勉強できるだけじゃないですからね、単独でもできる内容は持ってる人は持ってますから、ね、全部じゃないですけどね。ということでね、ちょっと話しかったかったですね。で、あと社会に出ると邪魔するんですね。頭の悪い人ばっかりつけるんで、大学卒じゃない人ばっかりくっつけさせるんですね、大学生に。だから非常に仕事がひどいで、わかるんでね。いつも追い出して仕事できなくなるわけですよね。だから実際は大卒以上の頭のいいね、そういう仲間だけで仕事しないといけないわけですね。で、全部そうですね。全然違います、頭は。読み書きできないような人ばっかりになると大変でしょ。そんなのと一緒に仕事なんかできなくて、実際世の中の仕事って厳しいですから、そんなの一人いただけでも邪魔だね、仕事何もできなくなるんですよ。
全部できなくなります。だからそういう人がいるだけでね、全部できないんですね。あの一人でもいたら全部できなくなっちゃうぐらいでね、学力は学力の高いのだけで組んで仕事しかできないですね、 100% ね。ということをちょっと注意してください。もし一緒に仕事して一人でもね、その学歴が低い人とかいて組んでるなんていうような場合があったらね、それはもう一生大損なダメですね。あの全部学歴が高い人と組む時は全部そうです。その時はあの何も仕事できないんで真似だけです。あの真似だけならできないこと知ってますからね。一人でも学歴が低い人がいた場合はね、もうそういうふうな人事でできた時はできないこと分かってるんで、もう遊んでるわけじゃないし、真似だけです。給料出る場合はね、あの雇われてね、それでいいんですかというふうな経営者の方に言ってね、いるわけですよ。そういう時はじゃあ何もできないの真似だけだなって過ごすわけです。給料もくれる場合はね、あの経営者にそう言っておくわけですね。そういうことですね、実際ね。真似だけになりますね。まあいろいろぶつけてきますけど、仕事じゃないですね。あのきついことをぶつけてきますけども、あの全体でね。うん、まあ、あの、まあ、気をつけないといけないのは、話したかったのは、同じ頭の系統の人っていうのは全部統一です。同じ、くっついてます。世界中。全く同じにくっついてます。だから全く同じことしかできません。ね、一人で やっててもそれ全部動いてます。あの地球上の同じ系統がね、ということなんで、動きは遅いですし、お金はかかりますね、その場合はね。そういうことですね。脳波でつながって勉強も仕事もする人はね、だからそういう特徴はありますけど、あの言い悪い面がありますからね、長所短所、そのわけで